ムスチスラフ・ムスチスラビチは、アレクサンドル・ネフスキー、レフダ・ニーロビチの外祖父にあたる人物である。生命表ドル、またウダトニーの通称を持つ。トリポリエコー、1193年から1203年。トロペツコー、1206年から1213年。ノブゴロドコー、1210年から1215年。1216年から1218年。 ガーリチ公、1215年から1216年、1219年から1226年。トルチェスク公、1203年から1207年、1226年から1228年。才覚のある司令官であり、再三の海戦に勝利した。父は、ムスチスラフ・ロスチスラビチであり、おそらく父の死後に生まれたとされる。ただしその場合、 父と同じ名をつけることは、12世紀の流陸長の、ものとしては名誉に関わる、あまり一般的ではない命名となる。VV ボグスラブスキーの指摘では、ムスチスラフ・ロスチスラビチの最初の妻である、リャザン・コーグレプの娘・フェオドシアとの間に生まれた、唯一の子で、三人の兄弟の中で最も年長で、あるとされている。ただしその場合、ムスチスラフがノブゴロドを統治した際に、なぜ、 プスコフを兄弟のウラジーミルが統治することになったのかという疑問が残る。別の説ではガーリチ公やロスラフの孫とされる。これはムスチスラフのガーリチ公請求が成功したことを根拠とする説である。1193年、1203年にポロベツ族への遠征に参加した。1207年にロ子シ側に面するトルチェスクの南の警備に任じられたが、 チェルニゴフ公フセボロドの軍に追われ、スモレンスク公国のトロペツへ逃亡した。1210年、ノブゴロド公となり、アンドレイ・ボゴリブスキー派閥のキエフ大公、フセボロド三世との戦いを始めた。1212 12年と1214年には、チュジ族トリボニア体験騎士団への遠征を挙行した。1214年、キエフ大公フセボロド三世を破り、ムス,スラフ三世を、 大行為につかせた。その後クラクフコレシェク一世の招きにより、ガーリチ公の位についた。なお序述に相違があり、ガーリチ公着人は1215年もしくは1219年のことである。また、ノブゴロド公位は1218年に、ムスチスラフ三世の息子のスビアトスラフに譲った。ガーリチに到着して、すぐに、ムスチスラフは、娘のアンナを、 ダニール・ロマノビチに突がせ、同盟を結んだ。ダニールは、レシェク一世と対立しており、レシェク一世が、ハンガリー王アンドラシ主二世を味方につけた後も、優勢に、軍事行動を繰り広げていた。1216年2月、かねてより、ムスチスラフ等との間に小競り合いが起きていたヤロスラフが、トルジョークを占領し、ノブゴロドへの食料輸送を封鎖した。ムスチスラフは、 ノブゴロド公国、スモレンスク公国軍を指揮し、リッピザの戦いが行われた。ヤロスラフのウラジーミル大公国軍は敗北し、ウラジーミル大公位は、ムスチスラフの同盟者のコンスタンチンのものとなった。ムスチスラフの不在中に、ハンガリー王国、ポーランド王国連合軍がガーリチを包囲した。ダニールが防衛に当たったが、ムスチスラフは、町を放棄するように指示を送った。 ダニーロは、包囲からの脱出を拒み、アンドラーシュ2世の子、カールマーンの軍と対峙した。1220年もしくは1221年の冬に、ムスチスラフは、ポロベツ族、ルーシュの公の補助部隊と共に、ドニーエプル川流域からガーリチへと進軍した。ハンガリー軍とガーリチへの途上で遭遇し、数時間の戦闘の後に勝利した。1221年の春に再び、 ガーリチを攻め、町の門の付近で、ハンガリー軍を撃破し、ガーリチへ押し入った。カールマーンは捕らえられ、ムスチスラフ所領のトルチェスクに送られた。アンドラーシュ2世は、捕らわれの身の息子を解放するために、交渉の席に着くことを余儀なくされた。和平交渉の後、アンドラーシュ2世のこのアンドラーシュと、ムスチスラフの娘のマリアとの婚姻が結ばれ、ムスチスラフは、 ガーリチの支配を確実なものとした。1223年、モンゴル帝国軍に対するカルカカ藩の戦いに臨み、ルーシ諸公軍を主導したが、戦闘はルーシ側の敗北に終わった。1228年、人生の最後の年に及び、ポロベツ族のコチャン藩ン、キエフ大公ウラジーミル4世、ベルズコアレクサンドルと連合を組み、ダニールとポーランドの軍と戦った。 同年、ポニジエで死去した。また、死の前に、隙間となった。ポーランドの資料によると、キエフで葬儀が行われ、教会が設立されたという。妻は、ポロ別族の、ハンコちゃんの娘のマリア。子には、以下の人物がいる。AB、七百六十八から769。リバース、クキシ、税、税 ありがとうございます。